どうも、デイリーランキング1位の和道です。どうも、ただいま、デイリーランキング1位の和道です。どうも、ただいま、ただいま、どうも、楽しんでってください。はい、ただいま。言ってるね。言ってる本人がさ、やってることと言ってること間違えてたから、すぐに訂正。ここが大事なのよ。間違ってるって思ったらすぐ変えること。すぐ変えること。これが結構大事。マジな話すると。どうも、デイリーランキング1位の和道です。どうぞよろしく。いつまでも狙ってたら取れないからね。あ、ありがとう。のずみちゃん、ありがとう。みんなのおかげで撮れたんだよ。ありがとう。自分一人じゃ撮れなかったよ。今ね、のぞみちゃんがやってくれたのはね、専門用語的に言うと、コレクティブエフェカシーって言うんだよ。コレクティブエフェカシー。のぞみちゃんが意図してやったかどうかはわかんないけど、今のぞみちゃんがやってくれたのはコレクティブエフェカシーっていう専門用語がある。小野陽子風に言うと、一人で見る夢は夢でしかない、でも誰かと見る夢は現実だっていうやつで、これちゃんと専門的な技術なんですよ、コレクティブエフェカシー。要は成功するときに、何かを目標を達成するときに、周りの人が同じ臨場感を持って応援するってやつね。私の政府を受けてる理由が、支援課の人で車で激突されたの、仕事できなくなっちゃって困ったな。あ、そうなんだ。うん、大変だね。うん、まあ全然生活保護受けれる人は受けていいと思うよ、俺は。うん、俺も受けてるし、俺は抜けるけど、桜子ただいお帰り。はい、ワード2、古代おはよう、古代さん。医者の代わり？なんだろうそれ。それは間違ってるけどな。慰謝料の代わりに支払う制度ではないからね。慰謝料はちゃんと払わないとね。ショーが行ってきた。
でもデイリー一回1位取りてえな、まず、うん、デイリーは取りたいよね。リスワンは安定して取れるようになってきたけど、デイリーで上行くようになんないとね。はい、ワード2、つかすさんいらっしゃい。どうも、楽しんでってね。クリスマスイブだね。ありがとうございます。アオリンさんいらっしゃい、ありがとうございます。皆さんのおかげです。鼻がダメだな。なかなか治んないね。ちょっと困ってるんだよね。早く治したい。うん。なかなか治んない。クリスマスはみんな何やって過ごすの？予定決まった？みんな。何やろうかなって。大切な人と過ごしてください。みんな。ブログでも書こうかな。ホームページ改良しようかな。ちょっと作業しながらやろうか。よいしょ。ヘルツ行きます。ヘルツってあの渋谷ヘルツ。 ありがとうリーちゃん、クッキーありがとう。クッキーありがとうございます。クッキーありがとうございます。
あざーす。ちょっと作業枠になるかもしれない。雑談しながら作業しようぜ。あ、そうなんだ。ヘルツめっちゃいいよ。行ったことあります？ヘルツめちゃめちゃいい店だよ。感動するよ。子供たちはお仕事。え、子供仕事してんの？そんなでかいの？さて。サイトいじくりますか。夫婦なんですがリア凸できますか。俺に？俺にリア凸したいの？いいよ。明日実家帰るんだ。いいですよ全然。リア凸してどうすんの？全然いいよ。うん、全然いいっすよ。何時ぐらい？のんたも一緒に。あの、うん。ぜひぜひ。なんだっけ。ワードプレス。ぜひぜひ。1時ぐらい。ね、俺らがこんな性格だから、あの、ノンタンが起きてるかどうか、あの、あれなんで、ちょっと約束はできないです。なんか放送分回してるんで、タイミング合えばっていう感じじゃダメっすかね。なんか、ズボラな性格なんで、約束しちゃうと破ったりとかするんで、多分今日起きてる時間配信回してるんで、頃合い見て、ああ、ワドやってるわ、この辺にいるんだ、近いな、じゃあ行くか、みたいな、そういうノリどうっすか。で、逆に約束しちゃうと、あの、お手間をかけさせてしまうこと、申し訳ない。男24、美容師、下娘、アパレル。いいじゃん。そっか、つかすちゃん、そんなに、あれなんだね。お母さんなんだね。幸せだね。娘、息子が自立して。幸せだ。いいね。そうなんですよ。決めるのがすごい苦手で。なんか、気の身気のままなんで。逆になんか、プラーっと気楽に会ってもらえる方がありがたいですね。今からリア凸いいみたいなので。結構遠いんすか？カズさんは。遠くからいらしてるんだったらあれだけど。近場にあれだったら、そういうノリで行けましょうよ。バツ2なんだ。なかなか濃い大きい女だったんだね。いいじゃない。2倍楽しめて。バツが2個ついたってことは、丸が2個ついたのと一緒だからね。どうしようかな、サイト。あれ半額になるの？一人もね。クリスマスは私仕事を、旦那と子供はディズニー行きます。こんな激ゴミのところでディズニー行くの最悪でしょ。マジか。つら。群馬、ヘルツ行くついでに行けた。あー、じゃあ、あれっすね。今日って感じですね。のんたんが起きてたら、
多分新宿周辺にいるんで、車で来る感じですか？電車っすか？多分新宿で買い物してると思います、その時間は。その時にでもなんかリアトしてもらえたら、のんたんのクリスマスプレゼント買いに行くんで今日は。あ、電車だ。うん。じゃあ、なんか、多分なんだけど、1時ぐらいには、のんたん起こして買い物行ってます。おはよう、のんのん。おはようございます。おはようパンツァ4。プレゼントはね、洋服にしようかなと思ってますね。洋服で考えてます、今のところ。服です。サイドバー左にしたいんだよな。ウィジェットかな。フッター左、フッター、サイドバーウィジェット。テキスト。サイドバーはこっちじゃなそうだな。いいよね。プラグイン、外観、カスタマイズ。外観のメニューか。結構かっこいいパンクっぽい服だね。のんたんもともとパンク系のファッションしてたらしくて、うん、あーそうだね、スタイルいいんだよね、うん、でも結構なんか中二病っぽい服になるけどね。100かヘッダーのさ、78.67。うん、初めてのプレゼントだから、なんか気に入ったの。お財布がいいって言って、お財布と服どっちがいいって聞いて、服がいいなって言ってたから、じゃあ洋服にしようって言って。俺がまだ稼ぎが少ないからさ、あんまり高いもの買ってあげられないから、申し訳ないなと思ってるけど。よいしょ。創作活動するか。
うん。なんかね、初めてのプレゼントだから、良くなると嬉しいなと思ってるよ。喜んでもらえると。まあまあまあ、俺もね、3年間ね、ずっとシングルだったから、うん。まあ、たまにはいいじゃないですか、うん。春が来たんですよ、春が。36。サイトのデザインどうすっかだよな。50ぐらいかな。サイトのヘッダー部分50でいくか。50。春来ない？なかなか。画面トップからグローバルメニューまでの高さ。グローバルメニューまでの高さだから。携帯電話どこだ？携帯向こうか。1.1618 だから、50×1.618 は、81か。81。あ、間違えた。トイレ行ってくるね。みんな待ってて。トイレ行ってくる。
Thank you.
はい、ただいま。ごめんねー。ただいま。トイレ行ってきた。ただいま。ホロキン太郎さんいらっしゃい。古いね。おはよう。おはよう。古いな。読み上げさ、ちょっと誰かコメントテストであって打ってみて、一人だけでいいや、あって打ってみて、あって、あって打ってみて。桜子さん、あ、あこれでいいな、ちょうどいいね音、うん。ちょっとありがとうございます桜子さん。作業するからあれ、音量これくらいがちょうどよかったよね。ホロキン太郎アットマークお疲れカウボーイさん一人だけってむっちゃ難しいことを W 一人だけ何一人だけ、ああそうだよねそれ難しいよね、うん、そう作業枠だから褒めび機能が入ってるのはすごいありがたいよね、
普通にコメント打ってくれたら裁くからね。あの、作業中でも気にしなくていいよ。この金太郎アットマークお疲れカウボーイさん作業は食って40人もただ見てだけってそれはそれで怖い今なんだろうね、いついてくれてるからね。ありがたいけどね、嬉しいけどね、俺としては、うん、コロキン太郎アットマークお疲れカウボーイさん今マイコンの話読んでるんで少し楽しんできます。マイコンの話読んでる？マイコンってなんだろう、うん、ちょっとよくわかんないけど楽しんできてください。あれ切り替わらないな。なんでだろう。プラグインがダメなのかな。お疲れカウボーイさん、和道さんがおじいちゃんにマイコン買ってもらってたらってそこから読み出してます W。 はい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 、そこね、そういうことか、了解です、ありがとうございます。うん、なるほど。今ゆっくりゆっくりカスタマイズしてるんですよ。コロキン太郎アットマークお疲れカウボーイさん、マイコンって言葉が懐かしくて W ゲームセンター嵐ってキャラがマイコンの話した本を思い出してたとこです。へー、昔マイコンって言ってましたよね。じいちゃんマイコン買ってやるって言ってたんですよ。コロキン太郎アットマークお疲れカウボーイさん、ちなみに何の作業を？あの、いや作業ってわけじゃなくて、ホームページをいろいろいじろうかなと思ってて、せっかく金払ってるんで、年間1万ぐらいやってるんで、ちょうど今コロキン太郎さんが読んでいただいてるページをいじってるところっすね。ワードプレスをいじってます。サイトをいじってたところっす。デザインをいじってますね。桜子さんホームページ。ホームページ。コロキン太郎アットマークお疲れカウボーイさん、マイコン30年ぐらい前ですね W。そうっすね。それくらい前ですね。ホームページってね、wado.tv っていうやつだね。コロキン太郎アットマークお疲れカウボーイさん、あ、これがワードプレスですか？聞いたことはあったけど。そうそうそう。これがワードプレスって言って、オープンソフトっていうか、フリーで使える、無料で使えるサイト。とですね、サイトを作る、まあ、ブログの装置みたいな、なんて言えばいいんだろう、難しいんですけど。
コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん URL。 ありがとうございます。そう、wado.tv っていうやつですね。コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん、僕はビルダーみたいなものかと思ってました。あ、でも厳密に言うと合ってますよ。ホームページビルダーみたいなものですよ。ただ多少違うところがあるんです。ありがとうございます、MM。違うのは、ブログ用のシステムなんですよ。なんて言ったらいいのかな。画面で見せた方が早いかな。例えば、これが俺の今、サイトなんだけど、例えば、これサイトがこれなんですよ。まだ作りかけで。で、今この画像をつけたんですね。和道の異常なゼミナールっていう。で、今からここの上の文字を消そうみたいな。コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイ3個目なしですいません汗。うん、こういう感じですね。このサイトで、サイトをどうカスタマイズするかっていうのをアメブロみたいにいじれるっていうのがワードプレスっていう。例えば色を背景色黒なんですけど、ここ赤に変えるとこうなったりとか、黄色にするとか、こういうシステムがワードプレスっていうサイトですね。これ無料なんですよ。だからホームページ見るなみたいなもんだって言っても、まあまあまあ合ってるっちゃ合ってるっていう、その認識で合ってますね。厳密に言うと全然違うんだけど。のぞみさんはどうさん、何でもできるんやね、すごい。あー、なんか自分で全部やりたがりだね。全部自分でやりたがりだね。コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさん、いいですね。会社で見れたら使いたいですが、会社のセキュリティが厳しすぎて自分の会社の HP すら見れない。 www なかなか見せてくんないですよね。でかい会社だとね、ベンチャーだとね、みんな自分でいじるけど。スタイルシートいじらないとダメだな。
基本設計。コロ金太郎アットマークお疲れカウボーイさんスタイルシートの本買ったけど、フィルダーで問題ないから開いてもいない W。桜子さん見てきましたよ。いいですね。あのね、ビルダーは、僕も最近勉強してきたからあれなんだけど、ビルダーはね、コードが汚いんですよ。だから SEO 対策とかをしっかりやるとか、ちゃんとサイトを作るっていう時には、向かないっていうのが分かった。要は、見せかけ上だけ綺麗なサイトを作るんだったらいいんだけど、中のコードを見ると、めちゃめちゃなんですよ。ビルダーで作ると。だからちゃんと、こういう、今例えばこういうことやってるんですよ。この白い文字、この白い文字を消すっていう作業だけでも、このコードを読んでるんですよ。スタイルシートの。だこういうのが読めるようになると、機能を追加したりとか、あ、ここいらないとか、ここ綺麗とか、ここ追加しようとかが、コードで書けるようになるんだよね。うん。そう。それがね、ビルダーだとできないから、うん。だから、長い目を通して、やっぱもうネットに行こうと思ってるから、俺は。ネットで食っていきたいと思ってるから、絶対サイトは必要だなと思って。それでやってますね。更新ってどうやってやんだって。そうっすね。ゴミが多いって言うけど、タグなんかなかなか見ないし、昔と違って回線早いからゴミ多くてもいいかなと思って。あ、まあそれで使うんだったら全然ありだと思いますよ。全然ありだと思います。これどうやって使うんだ。何やるにしても凝り性なんですよ。凝り性なんです。あれうまくいかなかったな。うまくいかない、うまくいってない、失敗しましたね。問題はページが増えれば増えるほど立ち上がりが遅いことぐらい。そうなんですよね。で、サイトのスピード、サイトの読むスピードってSEO に結構影響出るらしいんで、そこなんですよね。あれ書く場所間違えたかな。どこに書けばいいんだろう、コード。スタイルシート CSS 外観テーマ編集スタイルシート CSS あったな。スタイルシート CSS スタイルシート CSS を
かしいな。おかしいな。できないな。勉強が足りないのかな。はい、ワトツー、おはよう。楽しんでってね。検証してみるか。ディスクリプション。サイトディスクリプションの、なんでできないんだ。サイトディスクリプション。エレメントスタイル。できないなぁ。なんでだろう。サイトディスクリプション、ディスプレイの。ワズさん、PC 初心者で HP のノートパソコンは贅沢ですか？いや、贅沢も何もなくて、いいもの買った方がいいと思いますよ。やっぱ、いいものっていいんですよ。単純に。本当に高いものっていいんですよ。だからお金が許すかどうかじゃない。あとは使いこん、だからなんだろう、例えばギターでさ、1万円のギターと40万のギターってさ、40万の方が確実にいい音出るんだよ。ただうまく弾けるかどうかは別問題っていう。だからお金に余裕があるんだったら高いの買うべきだよね、普段使うものだったら。まあだけど HP のノートパソコンはどうなのとは思いますけど、うん、うん、使う用途によるかな。 HP のノートパソコンでいくらの買おうとしてんの？いくらの買うの？初心者ほどいいもの買った方がいい。もう俺もそう思う。ベテランは自分買ったないけど、初めはいいもの。そうだよね。俺も同意見だね。もうそれ使うものであればいいもの買うべきだと思うよ。興味湧くし。6万弱か。おぉ。HP。微妙。HP のノートパソコンどうなんだろうな。むしろ贅沢じゃなくて足りない気がするな。なんか中途半端な感じがするな。うん、中途半端。だったら安いパソコン買っちゃって、ブラウジングするだけだったら、安いゴミみたいなの買っちゃうっていうのも手だし、10万ぐらいでいいの買うっていうのもありだし。だから6万っていう金額が微妙。すごい。パソコン買うにしては。例えば、ノンタンが貸してくれてるこれなんか25万するよ、これ。これ25万。うん。今、評判良くなってんだ。オフィス系入ってない。オフィスいらないでしょ、今。Google のさ、クラウドのなんだっけ。今、ワードも Excel もクラウドでできるからいらないと思うよ。Google のね、なんていうサービスか忘れちゃったけど。Google がタダでワード、Excel 開放してるね。俺はそれ使ってる。
メモリーだけ達成でかい。あ、おかえり、なしがありません。使う内蔵じゃなくて DVD の6万だよ。価格 .com では人気だったから。あー、まあまあ、信用はできそうだよね、価格 .com は。どうしよっかな。ちょっと失敗してるな。今苦戦してます、僕は。サイトのヘッダーを非表示にするができない。どうしよっかな。なんか、ウェブ強い人仲間に欲しいな。ウェブ強い人仲間に欲しいね。新しいフォロワーさん、ドリーチンマスさん、フォローありがとうございます。おはよう、さくらさん、おはよう。これだけリスナーいたら一人や二人いそうだけどね、教えてくれるとはやっぱ限らないんだよね。教えてくれるとは限らない。ふわっちのサイト設計見てみようか。ロンタいるよ。寝てる。78。ちょっと幅小さすぎるかな。どうしようかな。難しいね、サイトってね。文字を小さくするか。外観、テーマの編集。何事も勉強だね。面白いよ、でも。全くやってないことにトライしてるのが面白い。できないことができるようになる喜びってあるじゃん。マジで笑うわ、そんな。あ、嬉しいわ、ちょっと。ちょっと嬉しいっすね。
あれ反映されねえな。なんでだろう。あれ。なんだろうな、難しいな。すいません、Windows 7と Windows 10違うのかさえわかりません。10が新しい感じかな。でも Windows 7買ったとしても Windows 10に無料でアップグレードできるから、そこはあんまり問題じゃないと思うよ。では古いのがそれって感じだね。あれ、だよな。あれ、なんでだろう、なんで聞かねえんだろうな。なんて言えばいいんだろうな。プレイステーション2とプレイステーション3って言ったらいいのかな。そんな感じ。サイズ1になってんだけどな。なんだろう。難しいな。クッキーの問題なのかな。勉強しないといけないことが多すぎるわ。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。ちょっとトイレ行ってくるわ。確かに一気に更新すると反映されて F5 を押してみたらダメだ。いや、多分その話ですね。違うんだよ。俺が今 Mac 使ってるから F5 がないんだよね。なんか Mac のコマンドなんて言うんだっけ？完全更新だっけ？サイト作ってるんだ、今。スーパーリロードか。スーパーリロード。Mac。コマンド R。コマンド R か。コマンド R。コマンド R。ならないな。なんだろうな。謎だな。フォントサイズ15、これをタグ値、そうっすね、
ワードプレスでスタイルシートいじってるんですけど、全くの初心者で、ワードプレスのスタイルシートは変えたのに、なぜか反映されないんですよ。なんでなんだろうと思って。テーマの編集で、スタイルシート変えたんですけど、なんだこれ。なってる。フォントサイズ変えたんだけどな。なんだろう。なんで反映されないんだろう。何の問題だ。ファイルを更新。わかんねえな。あ、他のブラウザで見てみようか。ちょっと。いや。サファリじゃなくて、サファリで見てみる。クロームでやってるから、サファリで見てみるわ。それがあった。その手があったか。そしたら、あ、なった!なったなった。なったけど大変なことになってる。潰れちゃった。あー、なるほど。あー、こんなに違うんだ。Chrome のクッキーの問題だったわ。うん。いや、なんか、フォントサイズ1にしたら、サファリだとベチャって言ってもう文字が読めなかった。なるほど。どうしようかな。フォントサイズ。1ピクセルにしてたからだ。どうしよう。クロームとサファリ、こんなに違うんだ。どうしようかな。5で。どうしよう。15。15ピクセル。フォントサイズ15ピクセル。難しいな。いや、ここいじるとなんか大変なことになりそうな。クロームいいぞ。いや、サファリで見たら潰れてた。うん。いや、俺はクロームメインで使ってるけど。どうしよっかな、これ。あ、そっか。あれでの表示。どうしよっかな。うん、要は、サブディスクリプションだっけ?サブタイトルみたいなのあんじゃん。サイトの SEO で聞く。それを非表示にさせたいんだよ、俺としては。こんにちは。さゆこさんって読むのかな?さゆこさんいらっしゃい。これがいらないんだよな。どうしよっかな。どうすればいいんだろうな。いや、勉強のためですね。勉強のためです。なんか、なんか、ツイッターバンとかになったりとか、ニコ生バンになることが多かったんで、もう、なんか、自由な言論の表現守るためには、自分で金払ってやるしかないなと思って。で、どうせやるんなら、一から全部学ぼうっていう、そういう感覚ですね。やるんなら徹底的にみたいな。
いやいやいや、堀翔なんですよ。もうほんとズブの素人で最近始めたんですけど、その、なんだ、サイトディスクリプション、要はその、なんつうの、ヘッダーの説明文を表示にするのもできないっていうぐらい、アホちゃんですよ。ページのソースを表示。なんでこれができないんだろうな。やっぱみんなあれか、ビルダーとかでやるんだね。なんか覚えたら楽しそうだなと思って。どこに何を貼ればいいのか全然わかんないですよね。サイトディスクリプション、コメントアウトしないといけないのかな。コメントアウトってどうやってやるんだっけな。コメントアウトってどうやってやるんだっけ。個人でやる分にはソフトが簡単ですからね。そうだよね。こうやってやるのか。しちゃっていいのかな、これ。様子を見る。よし。やってみるか。ものは試した。全部勉強。なんかぐっちゃぐちゃになりそうで超怖えな。ほんと怖え。できてねえ。全く聞いてねえ。なんだこれ。なんだこれ。意味ねえ。え、なんだこれ、マジで。全然意味わかんねえ。スタイルシートマジでわかんねえ。笑うぐらいできてねえわ。コメントアウトできてないじゃん。なんだこれ。シークレットモードでやってみようかな。先は長いな。あ、できた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 。ほら綺麗になった。ほらコメントアウトできた。できたよ。トップページできた。
ラッキー。ほら、コメントアウトできてる。ここだけになってる。できたわ。サイトロゴだけになった。よかった。ただちょっと違うな、イメージと。ちょっと違うな。ありがとう。できてたけど、クッキーが残ってるんだね。クロームに。クロームにクッキーが残ってるのが原因だった。コメントアウトはできたでしょ？でも、ちょっと違う。俺がイメージしてるのちょっと違う。75で設定してみるか。75かな。おめでとう、ありがとう。いや、面白いね、サイトね。これ、Chrome のクッキー、履歴、どうやってやるんだろうな。これ、クッキーを削除する仕組みを整えないと、完全更新か。これどうすりゃいいんだろう。シークレットモードでできてたってことは、多分他でもできてるはずなんだよな。あ、できてる、できてる。どうなんだろうな、微妙だな。ちょっと待ってね。できたか。サイトのデザインとしてはちょっとあんまりよろしくない結果だな、これは。クロームはブラウザ設定からプライベート、あ、今削除しました。クッキー。ちょっとみんなも見てみてよ。みんなもさ、ちょっと俺のサイト見てみてよ。word.tv。ちょっとロゴもうちょっとでかくてもいいかなと思わない？ちょっとシンプルすぎるかなとも思うんだよね。どう思う？で、グローバルメニューいらねえな。グローバルメニューがいらない。どういうサイト設計にしようかな。こんなもんかな。ちょっと小さいような気もするんだよな。米にサイト反映。あ、ちょっと待ってね。シンプルだよ。超シンプルだよ。URL。これで、wad.tv です。で、今、その、一番上のヘッダーの部分作り込んでるんだけど、ちょっと小さいかなとも思うし。ちょっと小さくない？文字が小さいんだな、多分。わかった。わかってきた。これをこうして、で、高さを50に合わせると。違うな、ワイドじゃなくて高さを50。高さを50に合わせると、高さを50に合わせる。50の160。50の160。50。
MacBook Air とレッツノートですね、僕は。両方ともノートです、今は。今ね、ノートでもね、昔のデスクトップぐらいあるからね、ノートが便利ですね。持ち運び便利なんで。デザイン、そのイラストレーター、フォトショップはね、よかった。いや、あのね、窓の異常、左上をね、もうちょっとでかくするわ、俺。今、ちょっとそこ改良する。デザインが気に食わない。もうちょっとでかくていいかなっていう。MacBook いいよね。サブでね。メイン機だったんだけどね、配信には向かないからやめたの。おはよう、ももちゃん。おはようございます。視界感減った。これ赤だよ、うん、オーダーメイドで作ったばっかり、まだ1ヶ月経ってない。可愛いでしょ。女の人はねみんないいって言うんだけどね、男のリスナーさんはね、ランドセルってバカにするんですよ。ロゴでかくしたわ。ちょっとロゴでかくした。ああ、いい。これくらいかな。いい感じになったかもしんない。これくらいだな。いい感じになりました。ロゴでかくしたらいい感じになった。これでいこう。じゃあ次はグローバルメニューを変えます。グローバルメニューを変更します。おはよう、むーちゃん。朝早いね。おはよう。黒髪ちゃん、おはよう。おはようございます。なかなか和道さん、おしゃれのセンス。そうかな、うん、おしゃれかな。そう言ってもらえると嬉しいけど。これ20年使えるカバンなんですよ。ちゃんとメンテナンスすれば。いいでしょう。一生もので投資しました。アイコンかっこよくなった？ああ、ありがとう、ありがとう。うん。そうだね。やっぱ黄金比って言ってバランス結構見てやってるんだけど、なんだっけな。フラットデザインって言うんだっけ？ Google とかが採用してるデザインとかの方法論があって、
うん、それを勉強してるんですよ今。デザインが良くないと見てもらえないからさ、見やすいサイトで結構面白いなんかこう和道ガジェットみたいのをやろうと思ってて、喉の調子は熱はないんだけどね、喉まだちょっと調子悪いっすね、残念ながら。グローバルメニューが今度はグローバルメニューどこだ、グローバルメニュー、メニューかな、メニューの位置、何でも知ってる、イラストレーターまで持ってるのに絵心なくて断念してます。今日じゃないよ、明日だよ。うん、明日明日鮫島さんの家に行くのは。川大好きですね。うん、ブラウンのやつも。そうですね。僕は、ここのメーカー5種類色が選べるんですけど、この色選びましたね。あんまり作る人が少ない色みたいで、持ってる人少ない色がいいなっていうのと、あと自分のテーマカラーが赤と黒と白なんで、やっぱお気に入りの目立つアイテムは赤で攻めたいなと思って。フッターナビ、ヘッターナビ。グローバルメニューはどこにあんだ？ウィジェットの中か。ウィジェット。サイドバーウィジェット。おう。のど飴。うん。その色、この色いい？うん。なんか朱色っぽいかな。実際見ると。赤って言ってるけど、朱色っぽい感じだね。サイドバーウィジェット、テキスト。グローバルメニューどこだ？メニューなのかな？メニュー。メニュー。メニューの位置。メニュー。あ、メニューどこにあんだ？メニュー。固定ページ。どういうことだ、全然わかんねえな。カスタムリーグローバル、うん、今からまんまと、おお、また来てね、ムーちゃん。行ってらっしゃい、楽しんできて。うん。ウェブサイト、WADTV、二つありません、プロフィール。あー、二つ書いてるね。二つ書いてる。それはアクセスを多くもらうためにわざとやってるんですよ。あれ？消えたな。ただね、俺はもう黒の無地の T シャツしか買ってないんだ。うん。もうなんかオシャレするっていうのが逆にオシャレじゃないと思ってて。うん。やっぱ配信者ってキャラクターだから、漫画のキャラクターみたいに同じ服着るべきだと思って。これだから10着ぐらいあるんですよ。だけど、この T シャツも自分の T シャツ？ここの和道の異常全になるって作ったから、グッズを。
宣伝も兼ねて自分も着ようと思ってる。自分のグッズだけ着ていくスタイルでやっていくね。あ、できたできた。イブさんいらっしゃい、初見さん。あいうえおさんいらっしゃい。何してるの？サイト作ってるね、暇で。雑談しながらサイトを作ろうかな。ブログだね、そうだね。ブログですね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ももちゃんフォローありがとう。昨日鮫島さんが配信に電話してませんでしたっけ？かけ直しましたよ。1時間後に。出れなかったんですよ。1時間後にかけ直してます。そうなんだ。ふわっち楽しいですよ。絶対登録しといた方が便利ですよ、ふわっちは。おお、メモレイいらっしゃい。なんかふわっち来たみたいだね。いらっしゃい。画像加工に関してはフォトショップとイラストレーターで、
ほぼ今使ってるのイラストレーターが多いですね。写真加工の切り抜きはフォトショップかな。うん。で、イラストレーターでテコ入れするっていうのがやり方っすかね、僕の。うん、外観カスタマイズレイアウト、外観カスタマイズレイアウト全体かな、全体 PC でサイドバーをレスポンシブ表示、サイトタイトルの中央寄せ、ほう、完全レスポンシブ表示、便利だがグローバルナビ、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、黒髪ちゃんフォローありがとう。フォローしようかな。ああ、フォローして、フォローして。A ちゃん大好きさん、おはようございます。あ、あったあった。サイドバーを左側に表示あったな。助かった、あった。サイドバーを左側、サイドバーを左側に表示。おー、できた、できた、いいね。おー、できてきた、できてきた。あー、できてきた。思い通りになってきたわ。いいね。いい感じだわ。いい感じになってきたな。検索ボックスのスタイル。お、できてきました、だんだんいい感じっす。メニューボタン、トップへ戻るボタン、トップへ戻るのかな、できてきた、できてきた。いいね、いいね、いいね。新しいフォロワーさんを紹介します。ランズさん、人狼さん、フォローありがとうございます。あざす。
またフォロワーさん増えたかな。グローバルナビいるかな、これ。その手があったか。そうだ、思い出したわ。そうだ、できるんだ。俺はできる子なんだ。思い出した。
前科三犯で詐欺師なの？詐欺師だとは自分で自覚したことはないけど、前科三犯は本当だよ。詐欺師だと名乗ったこともないし、自覚はないかな。キュアドックはないけど、隠してはないから、おはよう、つみきちゃん。おはよう。クッキーありがとう。いや、俺はオフィス、今まで使ったことない人はオフィス必要ないと思いますね。で、Google にそういう機能があって、ちょっとお見せしますね、今。Google に、今こういうのがあるんですよ。オフィスって Word とか Excel とかだと思うんだけど、ちょっと待って、どうやってやればいいんだっけ。あれ？出てないな。ですね。あ、Google ドライブ開いてた？間違えてた？ちょっと待って。必要ないですね、結論から言うと。Word、Excel が使えるんですよ、Google で。ドキュメントってやつなんですけど、ドキュメントっていうやつなんだけど、ワード、エクセルがもう Google で使えます、今。無料で。だからお金かける必要ないですね。
人生いろいろやん。今をどう生きるかだけやな。まあ過去は変えらんねえかんな、他人と過去は変えられないから。難しいな。300で固定でしてるからどれくらいだろうな。300の300で正方形でしょ。250ぐらい、取ってはないけど。あ、頭痛くなってきた。一旦休憩しようかな。一旦休憩するわ。一回仮眠取ります。なんか頭使ったら頭痛くなってきちゃったんで一旦休憩取ります。お疲れっす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。